明日7月24日日曜日、日本時間朝10時25分にスタートいたします。オレゴン世界陸上女子 5000m 決勝、日本人選手は田中希実選手が出場となっております。田中選手が出場するということで、全選手をね、紹介解説していきたいなと思いますけれども、田中選手世界陸上5本目のレース、これがねオレゴン世界陸上最後のレースとなります。オレゴンラストランが決勝ということで、最高の舞台が整いました。ただですね、田中希実選手、自己ベストだけ見るとこのメンバーの中で最下位なんですよね。かなりきつい厳しい戦いが待ち受けてるんじゃないかなと思います。地元アメリカもね、非常に絶好調で、短距離を中心に、アメリカ勢は 5000m 全員決勝進出、3名残ってます。ケニア、エチオピアのアフリカ勢も3名ずつね、決勝残ってるということで、入賞争いがね、かなりシビアな戦いとなると思うんですが、田中選手ぜひ頑張っていただきたいなと思います。早速1レーンから紹介してまいります。まずはノルウェーのグローフダル選手、予選を14分53秒で通過してます。田中選手と同じく予選2組4着でフィニッシュということで、田中選手とねよりも早くフィニッシュしておりまして、自己ベストも14分31秒なんですよ。今季ワールドランキング9位ということで、非常に力のある選手ですよね。こういう力のある選手に立ち向かっていただきたいなと思います。続きまして、地元アメリカのインフェルド選手、自己ベストが14分51秒の選手。インフェルド選手もね、力ありますし、やはり地元のねアメリカということで、アメリカのねファンの方々、良くも悪くもマスクもせずね、大声援を送ってますよね。非常に熱い大きな声での観戦というのはね、歓声というのは非常に力になっていると思いますけれども、インフェルド選手あたりには勝ちたいなというところだと思います。続きまして、カザフスタンのキプキルイ選手、予選2組2着14分52秒のシーズンベストをマークしております。自己ベストはなんと14分27秒ということで、キプキルイ選手もねかなり強敵な選手ですけれども、このあたりを目標にしていただきたいなと思います。続きまして、ケニアのキプケンボイ選手、自己ベストは14分27秒の、今季ワールドランキング4位ということで、本当に強い選手ですよね。さすがケニアの選手、ケニア代表だなと思います。予選1組では4着ということですけれども、確実に決勝に進出してまいりました。非常にね、入賞争いの中で大きなライバルになるんじゃないかなと思います。続きまして、やってまいりました。世界記録保持者、エチオピアのギデイ選手。自己ベストはなんと14分06秒ということでね、高校生のインターハイ並みの選手、非常に力がありますよね。5000m、1万m の世界記録保持者でもありまして、オレゴン世界陸上今大会1万メートルで優勝を果たしております。2冠を狙っております。予選2組も余裕のある伸びやかな走りで、予選2組1着で通過しております。本当に優勝候補の筆頭の一人ですね。ギディ選手がね、どういう展開を用意しているかっていうところも、田中選手一つ鍵になるのかなというふうに思います。続きまして、オランダのハッサン選手。ハッサン選手はね、非常に有名な選手で、東京オリンピック 5000m 1万メートルで2冠を達成している選手、非常に力のある選手。ただね、春先ふくらはぎの故障もあったということで、もしかしたら万全ではないのかなというふうに思います。1万メートルもね、メダル逃しました。4着ということで、非常に悔しかったと思います。最後のね、伸びなかったですよね。ただそういったところに故障の影響があるのかなと思いますけれども、やはりね、段違いな力を持ってますから、このあたりはね、やはり田中選手どう立ち向かうか注目です。ハッサン選手もギデイ選手とね、バチバチ意識し合いながら、どういう展開を組んでいくかっていうところが注目、鍵を握っております。続きまして、イギリスのマコルガン選手、14分56秒を予選で出しております。シーズンベストですね。非常にノリに乗ってる選手。続きまして、アメリカのシュワイザー選手、自己ベスト14分26秒の選手なんですよね。地元アメリカで入賞候補の一人なんですよね。かなり気合が入ってるんじゃないかなというふうに思います。手強い相手です。続きまして、エチオピアのツェガイ選手。ツェガイ選手は、予選1組1着でね、フィニッシュしておりまして、予選を突破してるんですよね。非常に能力の高い選手で、自己ベストは14分13秒。そして今季ワールドランキング5位の選手なんですよね。もう実績抜群の選手が待っているということで、非常にね、
厳しい戦いが待ってるかもしれませんが、田中選手は頑張っていただきたい。そのお隣が日本の田中希実選手。田中選手ね、今大会1500メートルで予選準決勝にまで走り切りました。予選を突破したのは日本人女子選手で初めてということで、初の快挙を成し遂げました。そして5000メートルは予選を突破した。そして昨日は800メートルの予選にも挑戦しました。残念ながら準決勝進出はなりませんでしたけれども、もうすでに1500メートルを2本、5000メートルを1本、800メートルを1本、合計4本を世界陸上で走っているということで、まあ非常に経験をね、積んできたのかなと思います。そして、最終章ということで、5本目のレースがファイナル、決勝ということでね、800m、1500m では決勝に進出することができなかったんですけれども、最後の最後 5000m で決勝ということで、舞台は整ったと思いますので、ぜひとも挑戦していただきたいと思います。先ほど申した通り、このメンバーの中では自己ベストが最下位ということで、かなりね厳しい戦いは待ってると思いますけれども、この暑いね環境ですから、まあ、自己ベストよりもね消耗戦ですよね。田中選手リカバリー能力非常にあります。スタミナもありますから、じわじわと入賞ラインを上げていっていただいて、終わってみたら入賞しましたというような展開をね期待したいなというふうに思います。頑張っていただきたいなと思います。続きまして、イギリスのジャド選手、予選を14分57秒で通過しております。田中選手の自己ベストよりも早いタイムで予選通過、非常にライバルですね。ただタイムは近い選手ですから、このあたりは確実に勝っていきたいんじゃないかなというふうに思ってると思います。続きまして、ケニアのカイト選手、まだ若い選手ですよね。 5000m の自己ベストは14分49秒ということで、ややね、格上なのかなと思いますし、日本記録よりもね早いタイムを持っているということで、やはりアフリカ勢っていうのはね強いのかななんて思ったりもしております。続きまして、アメリカのクラニー選手、地元アメリカのクラニー選手は自己ベストが14分33秒の選手ですけれども、なんとこの記録今シーズンすでにマークしてるんですよね。非常に力のある選手ですけれども、田中選手、こういった選手にどう立ち向かうかっていうところがね非常に鍵になってくると思いますが、クラニー選手もね地元で開催した世界陸上、まあ、メダルはもちろんですけれども、入賞もね何が何でも入賞はしたいというふうに思ってると思いますから、強力なライバルだと思います。続きまして、エチオピアのセアウム選手、今シーズン14分25秒の自己ベストをマーク、そしてワールドランキング3位ということで、本当に強い選手ですよね。予選一組も余裕を持ちながら2着でフィニッシュということで、まだ余裕のありそうな走りを見せてくれました。決勝でどんなパフォーマンスをするか非常に注目です。そして最後、ケニアのチェベト選手、 5000m 14分34秒の自己ベストを持っております。予選一組目を3着で通過しております。まあアフリカ勢非常に強いメンバーが多く揃っておりますけれども、田中希実選手ね、最後の世界陸上、オレゴン世界陸上ラストランということで、最高の舞台は整っていると思います。全員が自分の自己ベストよりも持ちタイムが上ということで、格上の相手と戦わなければならない現実はあるんですけれども、やはり本番何があるか分かりませんから、田中希実選手にはねぜひとも期待したいなと思います。田中選手 800m にも挑戦しておりますし、 1500m を一番得意としている選手ですからね、ロングスプリントとかはあるはずなんですよね。なのでできるだけ終盤まで食らいついていただいて、まあ、できるだけね前半消耗した選手を拾っていく走りを期待して、ぜひとも入賞に届いていただきたい、そんな風に思います。ということで、今回の動画は明日7月24日日曜日、日本時間朝10時25分にスタートいたします。女子 5000m 決勝スタートリストが発表されましたので、田中希実選手の、オレゴン世界陸上ラストランの舞台をね、解説紹介させていただきました。田中希実選手、オレゴン世界陸上5本目のレース最終章、全て期待したいなと思います。以上、